こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はお家で練習したい、シリーズでですね、カホンのこのフットペダルを使ってみました。ちょっとこう上からと前からと、2つでちょっと合成してるので、どっちかを見ながらやっていただきたいんですけど、これ僕このペダルって結構バカにしてたんですね。カホンって手軽なのに、これ持ってったら手軽じゃなくなるじゃんと思ったんですけど、手軽じゃなくなってたのを上回るぐらい非常に良かったです。これはある、お医者さんから、お借りしているんですけど、これ使いねえよって言われてですね、こんな感じで使えますね。このダブルがですね、普通のペダリングでできるんですよ。これが今まで僕こうやってかかとで踏んでて、だからこういう風にやってたんですけど、こういう音がやっぱりちょっと使いたかったんですね。それがなかなかできなかって、これをちょっと使ってみることにしました。そうするとですね、こんな風にですね、サンバキックとかも、とか、もうほぼほぼドラムセットと同じだと思っていただければ。なので、こういう風にすると、僕はハイハットを、この、ハイハットはさすがに、ちっちゃいハイハットも一緒についてたんですけど、ハイハットまでは面倒だなぁ、みたいなイメージなんですね。そうするとジャズだと、みたいな感じで使うと、全然もうドラムセットと全く遜色はない。そして音もすごくコンパクトになって、カフェとかで演奏するときすごい使いやすいね。あとはこういう、僕はこのシンバルの、このスプラッシュシンバルを使ってますけど、この辺使えばいいかなと。で、今日は防備録でですね、これを組み立てるところをやってみたいと思います。それではちょっとやっていきますね。はい、最初はこの4つのパーツですね。これでお渡しされましてですね、あとは使い方わからんからやってくれと言われました。まずこいつですね。これもどう考えてもペダルでしょ？だけど、これを、これの中にね、まあ、一応この、これのところに、要は、ここがちょっと稼働して、で、こう、いわゆるこれを押さえると、あ、こうなるんだな、という状態ですね。で、ここに、チューニングペダル、キーがついてるので、これ結構よく使うので、これはもうずっと一緒にセットにして置いとくといいと思います。で、接続する部分が、この、こいつになるんですね。で、どっちがどっちはさっぱりわからんってことで、見よう見まねであだこうだ、パズルみたいにやってみましたが、このチェーンの部分が多分チェーンなんで、こう、踏むビーター側についてると思うんで、こっち側なんですね、こっち側。はい。これを、ここにくっつけます。ね。で、ここにくっつけるときに、ポイントがですね、こう、この子がここにくっつくんですよ。で、こいつは巻いてあげなきゃいけなくて、で、ここに固定して、で、これを、イメージ的にはこう行きたいので、これと平行になるように僕はくっつけました。ね。そうするとこれで成立でしょ、こっちは。そうするとこうすると。ここが完成です。で、次に、この子ですね。これはもう、カホンを置くとこですね。で、ポイントが、ここ、これがいわゆるカウベルをつけるみたいな状況になってるんですけど、こういう、この、こいつを巻くと、こっちを巻くと、ここがこう締め付けられるようになってて、これはポイントはですね、できるだけ離しましょう。でないと、できるだけ外側に離しておきます。こうね、ポイントはこっちです。で、なぜかというと、ここにチェーンが来るんですよ。で、このチェーンがね、このカホンに当たるんですね。で、まあこれはもう見たまま、そのままこっちですね。で、そうするとここがこうできるじゃないですか。そうするとさっきのチェーンがこっちに来るんですけど、今度は、チェーンの合体ですね。チェーンは、いる限りこうなので、
ペダルと同じ、ペダルのちょうど反対に垂直にします。そしたらこのチェーンがこういう状況になって、で、ここの、この部分のここの穴があって、ここに入れます。で、まあ、可能だったら止めておきましょう。そうすると、これを開けて、こういう状態にして、こうなります。今ここ勝手に変えちゃいました。さっき、こいつと、これがちょうど、90度の方がちょうど引っ張るっぽいです。そうすると、そうするとこのペダルはワイヤーなんで、どこに持ってってもらっても、いけるし、かなり速く。こんな感じで使うことができますね。使い勝手がいいんで、これ一つのちっちゃなバッグに入るんで、非常にこの花本とこのケース、まあ2つになっちゃいますけど、シンバルも入れたら、2つのケース持っていくだけでもうドラムセットまんまですね。ここにスネアを置いてらっしゃる方いましたけどね、スネアもあると最高ですけど、スネアはこことバスラで使い分ければ、とっても使い勝手がいいんじゃないかなと思います。というわけで、今日はこのカホンの DW5000 のカホン CJ シリーズですね。DW5000 の DCJ ですね。品番ですね。詳細欄のところに、Amazon のリンクを貼っておきましたので、よければちょっと見ていただいて、僕もこのちょっとこれで仕事やろうかなっていうふうに考えています。まあ他にもね、メーカーでいろいろありましたけど、僕はまあちょっとあれこれちょっとチェックするのはあれなんで、しばらくはこの DW5000CJ を使ってみたいと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。